はい、じゃあちょっと途中かもしれないんですけれど、昨年の例をいくつか紹介しようと思います。昨年はねちょっとね聞き方が違うんだけども、基本は同じなんだけどね。例えばこんな回答してくれた人がいました。あなたの志は何ですか？家具のデザインをする。で、達成したい目標としてはいろんな家具のある店を見回る、想像力を豊かにする、今ある家具の直したらいい点を探す。で、そのためにその店調べのメモだとか、スケッチをするとか、直したらいい点を見つけたらメモを書き留めるっていうようなことをポートフォリオに残したいなっていうアイデアを書いてくれてる人がいました。志、自分のしたいことをして後悔のないように生きたい。で、高校時代は楽しい学校生活を過ごして毎日少しでも勉強する、1日最低1時間でね。残すものとしては写真やテスト、勉強の資料模試の結果などを残したいな。志、人の役に立つ、人を笑顔にする。で、目標としては自分の苦手な状態を知りながら勉強を進めるとか、あるいはたくさんの人の考えを知って自分の考え方を見直す、行きたい大学や学部をちゃんと決めてそれに向かって頑張る、無理しない、遊ぶときはちゃんと遊ぶ、後悔のない過ごし方をするっていうので、もしの結果とか興味のある学部の資料のほか、楽しかった思い出やスケジュールなども残したいなっていうようなアイデアを書いてくれてる人もいました。これも素敵ですね。聞く人の感情を変化させ生きる源となるような音楽を作り発信したい、もしくは音楽を作る上で大切なことを学び将来音楽を作っていく人を育成したい、人の感性に考慮した新しいジャンル音楽を作る、ね。で、大学の、そのもう進学したいね大学があるので、その大学に通れるかなっていうので、もしの結果などを収納するとか、自らの音楽活動を続け、自分の音源を収納する、人間関係を学び複雑な心情などを理解し想像できる人間になるために日記など日々の記録を残したいっていうようなことを書いてくれてる人もいました。志、自分の納得のいく仕事に就く。で、高校時代に、具体的に何かまだわからないから、高校時代に将来自分のやりたいことを見つける。で、そのために興味を持ったことには積極的に参加をして、ポートフォリオにはさまざまな分野をの資料を集めたいとね。これも素敵なんですが、志、長生きしたい。で、そのためには高校時代で早寝早起き、体を鍛える、勉強する、携帯やめる本を読むでね、それぞれに対応して寝る時間と起きる時間を記録に残すとか、ランニングの時間を作って書き込むとか、予定を立てて書き込むとか、アンインストールするアプリを決めて書き込むとか、読んだ本を記録すると、すごいユニークでいいでしょなんかもちろんこう自分が大事にしたいなと思うことを主軸に自分の好きな目次を作ってもらえるといいなというふうに思いますね。で、最後ちょっとだけ作り方のポイントを言っておきますと、後で取捨選択、もういらないものをね抜くのは後でいくらでもできるので、とりあえずはあるものを残したいものをどんどん残しておかれるといいかなと思います。で、後から振り返った時にいつの資料だったかって結構分からなくなっちゃうので、必ず日付と名前を書いておいてください。で、山城福岡は本当に自由に作るっていうスタイルでやっていただいているものなので、皆さんにとって意味があるものならどんなものでも入れられます。実はこんな素晴らしい家具のアイデアを浮かんだね。今の段階では単なるメモにしか他の人には見えないようなものかもしれないけど、そういう構想メモを残してもいいし、写真やね動画残しとくっていうのでもいいし、あるいは何かこうやった時に友達や先生や保護者の方からこんなことを言ってもらったっていうような嬉しかったコメントなどがあれば、そういうのを残しておいてもいいですね。で、特に思い入れのある資料には、ちょっとね資料に関する説明書きを付箋紙でひっつけとくと、あ、自分はこんな思いでこの資料を残したんだなっていうことを後で振り返るっていうこともあるかなと思います。で、成績付けのね対象になるわけではないので、まずやっぱり楽しんで作ってもらえるといいなと思いますし、今回のアンケートは提出してもらいますが、それ以外の資料をね無理やり見せなさいって言われることはない。皆さん自身が大事にしたいなって思うファイルを作るっていうことを
一番に考えてもらえるといいなというふうに思います。ただしね、例えば進路指導の場面なんかで先生がこの資料をちょっと入れといてね、面談で使うからねっていうようなことが あるかと思いますので、まあ、そういう場合はね、先生の指示に従ってもらえたらと思います。で、将来的にはひょっとしたら入試や就職活動で使うかなっていうこともあるかと思うんですが、でもまずは自分自身で残しておきたいもの、見て楽しくなるもの、あ、これ後々使えるなって思うようなものを大切に残してみて生かしていってもらえたらなと思っています。でちなみにですね、京都大学では教師、学校の先生を目指している学生さんたちに教職課程ポートフォリオっていうものを作ってもらってます。これはね、ちょっと自由度が山城文箱に比べると低くてですね、京大の場合は学校の先生を目指すんだったら、教職に求められる教養、生徒理解と人間関係構築力、教科内容に関する知識技能、教科の授業作りの力量、そしてから課題探究力っていう5つの力を身につけてくださいねっていうふうに学生さんたちに言ってるんですね。つまり教科の授業を作るのに必要な知識技能を身につけてて、ちゃんといい授業ができる力、それから、教科外の活動を指導するときに知ってなきゃいけないことと人間関係作る力、そして言われたことやるだけじゃなくって自分なりに課題を見つけて探究していけるような力、そういう力を身につけるために、具体的には例えば学級経営案とか指導案っていうね、授業作りのプランニングの資料とか、学校で活動した時の記録などをこうポートフォリオに残してくださいねっていうふうに、やってもらっています。で、今日参加してくれている京大の学生さんもそういう形でポートフォリオ作りの経験を持っていますので、またそういった側面からも、質問を投げかけてもらってアドバイスもらってもらえたらと思いますし、まあ、それ以外のことでもね、学生生活楽しいですかとかですね、皆さんが関心のあることは何でも答えてあげてねというふうに言ってありますので、この後の交流の時間を生かしてもらえたらと思っています。はい、私のお話は以上です。どうも皆さんご清聴ありがとうございました。